リオの異変はビンゴだった。おそらくロカ選手の異変はリオ自身がやったことだろう。指揮隊長が何とかしてくれたおかげで問題は解決した。だけどなんだ、あの悪魔みたいな姿はやはりリオは悪心病と何か関係があるのか。ダニーは本来の実力の5割も出せない。あんな化け物にそんなハンデを抱えて挑んだのが間違いだった。何だったんだ、あの力は。まったく。さて、リオから目を離さないようにしないとな。ここからどう動くか、予想ではもう一度ジョルジュと接触、もしくは何かしらのフォローに回るはずだ。くそ、遠くて話し声が聞き取れない。せっかく接触するまで予定通りなのに。もうリオは黒だ。しかももっと深いところに存在する黒だ。表であれだけの功績を残して防衛軍での実績を残して、表の印象が良すぎるんだ。どうする?生半可な証拠は意味をなさない。もっと決定的な証拠。まずい、ジョルジュがこっちに。ジョルジュ、こいつが大師匠なら僕は恐らくても足も出ない。今は接触を控えないと。問題はリオ、もうこれ以上は危険だけど、ここを逃がせば重要な証拠をなくす。軍事とは関係ないかもしれないが悪の根本を知れるかもしれない。待てよ、数年ぶりの再会なんだから挨拶させろよ。また誰かが接触してきた。あら、久しぶりね、打点の力。気に入ってくれてよかったわ。ああ、おかげで俺の人生は狂ったさ。空気的に被害者か、打点の力。街をやつとか暴走とかよくわからない話をしているな。だがナイスだ、それだけ大声で話してくれれば会話が聞ける。さっきのも何かしらのヒントになる。好きにしな、どうせお前もロカも鎖を打たれてる。情報を露見すれば即死亡よ、この星もろともね。鎖、なるほど、リオの悪事が表に出なかったのは被害者に対して口封じができる能力を持っていたからか。どこまでの情報かはわからないけど、僕もそれには気をつけないとな。だが今この会話を盗み聞きしても発動していない。つまりセーフなんだろう。おそらくリオと関連なければセーフ。マーストがいる街中での会話だ。あいつも言葉は選んでるだろう。もし、本当にあなたごときが私の計画の邪魔になれたなら本気で敵として殺してあげるわ。もういいな、これ以上は本当に危険だ。欲しい言葉は録音した。あとはここから情報を精査して証拠を集めれば。このダミーは別の拠点に置いておいた方がいいな。バレてないと思うけど、念のためだ。本体のところに戻すのはまだ先でいいだろう。別に記憶や視界は共有していたんだ。最悪壊れても問題はない。ただこれを発動中は本体の僕も 50% しか出せない。2回戦までには回収しておきたいな。まんまとここまで釣られて、怖いもの知らずなのかただのバカなのか。嘘だろ、ここは普通の表道、一般人だって大勢いるんだぞ。お前は間違えた、尺度を自分の感覚で測りすぎた、だからこんなところで殺される。ああ、レプリカで本当によかった。本体でこんなの見せられたら。レプリカが最後に見たのは日常とは違う異様な赤い背景、そしてそれにそびえ立つ大きな赤い腕。振り下ろせば待ち、ピアストなんてありのように潰せる。僕はこんなにもちっぽけな存在だったのだと、本能で格差を思い知らされる。意気消沈か、小物不正が、ルシファー、殺せ、血一滴も残さずにな。動けない、動けるものか、もう目にしてる世界、力、現象、その全てが僕という存在のちっぽけさを見て、目まぐるしく回る。気がつけば当たり一面に無数の赤い腕、これがリオ、バカよな、何が最強だ、嘘じゃないか、こんな嘘、嘘、聞くよりは最強なんかじゃない?正義は、悪の気分で生かされてる、この背景を見れば全て悟ったさ。さて、言った通り後始末しておいたぞ、リロ。それから僕は一日その場から動くことができなかった。動いたらリオに感づかれるかもしれないという根拠のない恐怖。大事な録音データは失った。でも命はある。だけど一度絶望的な恐怖を植え付けられた僕にとって、正義のあり方がわからなくなっていた。正義ってなんだ。目先の軍事とか犯罪者とか捕まえてどうする。あんな根源の悪相手にどうしようもできないのに。やべ、フィロンから連絡来てる。もう夜遅いしな、仕事もしないといけないし。仕事、意味のないいたちごっこ。倒しても倒しても次から次へと変わってくる。何の意味があんだよ。仕方ない、大幅にオーラを消費するけど、もう一度レプリカで。怖いな、リオに生きてると知られたら。僕、お兄、やっと繋がった。軍師の本体が東京に現れたよ。マジか、なんでこんな時に。お兄の作戦、お兄が現場にいないと分かってから君主って出てきたんじゃないかな。だとしたら最初から教えてほしいのです。ほうれん草。理解、そうか。僕が表に出ない方が良かったか。盲点だったな。盲点、なんで盲点だった。相手が君主だからだ。強い、隊長クラスでも本来なら手を出してはいけない相手だから僕より格上だと思い込んでいた。
違うのか、行動からしてそうだ。僕から避けている。まるで僕よりも小物。お兄、どうするの？捕らえないの？行こう。他の隊員は避難させてるのか？うん、大丈夫。ウィリオのこともある。ジョルジュも。だけど数日かけてやっと得たチャンスだ。無駄にはできない。忘れた。なぜかバルドラが来なかったのが助かった。おかげで精鋭部隊の連中を殺してダメにすることが出てた。知能重視のお前を出し抜くにはお前の仲間を使うしかないからな。小物が過ぎるんじゃないか、軍種。まんまと釣られやがって。そんなに僕が怖いか。いたか、軍種にビビっていろんな策を巡らせてると思ったぞ。実際そうだから言い返せないな。でもこの世の終わりとも思える恐怖を味わった後にお前を見ると、軍種のお前なんて全然怖くない。そうかそうか、ならその傲慢な感情を抱いたまま死ね。僕に近距離がないと思ったら大間違いだぞ。陰湿風土。できるだけでメインではない。知っている。お前はフィールドに多くの虚構を張ってその条件を行使しながら戦うテクニックタイプ。バフでバフも晴れていない今のお前が隊長クラスとは到底思えないがな。調べてんじゃん。意識してもらえて怖え。近接はなかなか、遠距離も別に弱くない。かといって馬力がすごいわけでもない。ならやっぱり。いつまで前を見ている。俺はこっちだ。敵はお手つきだ。だからフェイントも得意でね。覚えておいてくれ。了解だ。フェイントはできるが馬力が足りないと覚えておこう。どうだ、少しは答えたか。ちょっと手を出させたからって喜ぶなよ。こんなものかすり傷だ。ああ、この建物強いな。瓦礫にやられちまった。タフな野郎だな。速度と耐久は相当だな。馬力は鼻くそだけどな。僕が用意した巨砲は一つ。時間がなかったからな。工場圏まで運ぶ努力は僕がしないとな。拍子抜けだな。少しは面白い戦いを期待していたのだが、こうも策がないと弱いとは。そろそろか。旅行支配、逆転負傷交換。はい、ご苦労さん。一応格上相手だと想定してこれだけは用意しておいたんだ。どう？僕に与えたダメージ、痛いっしょ？何かしたか？俺から見たらお前の傷が治った程度にしか見えないんだがな。ふん、面倒くさい能力持ってんな。いや恩恵か、ダメージ無効恵か、そんなのゲームでもチートだぞ。まあ、無条件でって話ではないだろう。それならこいつは君主どころの話じゃないからな。無敵だ。自滅強化力の大爆発を無制限連発とか容易にやれるだろう。結界、オーラス、条件を見つけるのは至難の業だな。何か相手が嫌がる動作でも見たらわかるもんだが。逃げたか。引き止めをしないなら別に追いかけたりしないさ。最初からこうすればよかった。そうすれば今頃では。ついてきてると思ったが、全く気配がない。透明化してるわけでもない。本当に逃げたのか。もうそろそろ開けるな。防衛軍の仕事もないし、今日はこのままこの服装で過ごすか。この時間帯が動きやすい。だが悪試験の恩恵と相性が悪い。明るいうちは防衛軍としていなければいけない。天の絵隊長、俺は、私はあなたのために強くなりました。そしてあなたに栄光を与えるために、この身を闇に染めてでも、実績がいる。悪神教の幹部から認められるための実績が、軍事から上は情報が一切存在しない。だがそれが分かれば防衛軍も悪神教壊滅に貢献できる。防衛軍での実績を残す、強くなる、そして、天の絵隊長に強さを認められた時、気持ちを伝えるんだ。もう明るくなってきたか。傷を受けない程度なら100ルプス、完全に耐性すらも確保するなら500ルプスは欲しい。いろいろ試した結果、恩恵も強弱があるのは分かった。寝よう、長期休暇で時間がある今がチャンスなんだ。ギリギリだったな。チキンレースはあまり性に合わないんだよな。観察してて分かったよ。お前の無敵条件、光、だろ。身を隠すなら闇の中に隠れればいいのにさ。ずっと光の表路地を歩きやがる。そしてやっと裏に入ったと思ったら光を当ててずっと止まってる。NG ワードゲームが苦手な僕でもわかる。光が必要なんだってさ。そうか、頭がいいな。気配はずっと探っていたのだが。世界中からどこでもストーカーできる有能な人材がいるんでね。ちょっと、正体ばらさないでよ。私まで命狙われるでしょ。でもまあ、私に目をつけられたらよほどのことがない限りずっと見られてると思った方がいいね、V。お兄ちゃんは可愛い妹がこじらせストーカーにならないか心配です、V。じゃまあ、あれだ。無慈悲にしね。光が、出なかった。いや、それより、なんだ、あの速度は。光で無敵か。それで光を使う能力者と分かって何もせずにペチャクチャ喋ってるわけないだろ。お前の速度も大体さっきので分かってたし、お前の油断を引くにはこれくらいの嘘がちょうどいいだろう。ちゃんと調べなかったのか。地球防衛軍第4部隊隊長、バルドラ、ニートロフは喫水の嘘つきだって、テストではサービス問題だぞ。
聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。